こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきましょう。武蔵野ホーネッツ7位ですね。こちらの試合です。武蔵野ホーネッツってどんなチームなんでしょうね。うわ、なんだこれ、赤の列は。相当酷使されてるみたいですね。行きましょう。こちらはですね、まあ、結構つらい。これだけ行こう。見よう。ツートップか。川上をマーク。さあ行きましょう。 52% ですね。今3位ですが、しっかり勝っておきたい。できれば2位に入りたい。前回の公式戦は首位の2番手大阪でしたが、敗れてしまいました。さあキックオフ。すでにですね、降格はなくなっていることは決定しております。 OK。 うまい。これは無理。さあバックパス。あっと、不用意に渡してしまったらダメだ。はるかがキャッチ。ああ、相手側にボールが渡ることが多い。ファールか。これは痛い。川上が蹴ります。ゴール前、彩香が、ナイス彩香。ここを取ってほしい。さあ、エリカ。ちょっと弱い。キックが弱い。さあ、課題を2ついただいております。バドエル。さあ、エリカ、ここは取りきれんと、取りきれない。ピンチ。ああ、先取点を取られてしまった。なんてことだ。やばい。なんか全てがうまくいかない感じ。泉川に渡ってしまいます。緑。ファールですね、これは。アーコが、から、一人はチャージしてほしいが、ノーホイッスルです。さあ、サツキへ。さよ、ナーコ。いずれか外に出しました。前に出さないでほしい。さあ、この試合が前半終了です。おお、さあ見るとサツキが相当ダメージを食らってますね。サチコにここは変えていきます。クラリスかな。
後半です。取られてしまう。お、危ない危ない、ペナルティーエリアですよ。なかなか糸口がつかめない。クラリスセンタリング、緑、同点。大喜びですね、スタンドは。クライスはセンタリングカラーを緑じゃない、これはクラリ、いや緑ですね。さあ誰に変えるか、ユーナにするか。ここは賭けですが、ユーナをエリカを買いましょう。これ交代枠使い切ります。現在反対側へ、おっと、ここはるかがしっかりキャッチ。なんでミホを突きるんだ、突くようとするんだ。うまい、ナイスリカバー。ダッシュだった。ちょっと厳しいな。いけ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 、あ、なんでここで突破できないんだ。ここははるかがキャッチ。さあ残り15分です。ここですよ、ここがダメなところ。疲れが相当溜まってます。センタリング気をつけろ。左です、左にそれました。残り10分切った。なんとか決勝点を上げてほしい。なんか、クラマリに取られてしまう。ニミツ、今度は逆にピンチ。サチコがセンタリング、ユーナが取ったが、なんか動きが。サチコ何やってんだ。もうほとんど時間はない。さあ、サチコが上がっていく、シュート。外に出ましたね。こちら側のセンタリング、さあ、ラストチャンスか？上がった。ゴイ！サチコ決めた！やりました。なんと、アディショナルタイム。これもうラストチャンスでしょうね。サチコのヘディングは決まった。素晴らしい。試合終了。2対1。終了直前の決勝戦でした。先制点を取られてしまいます。これがすごく多くのしかかる泉川。一瞬も隙を突かれました。後半8分、クラリスが上げて、緑ですね、2人がヘディングを打ちました。ダブルヘディング決めたのは緑でした。がクラリスのセンタリングも良かった。これは危なかったんですが、完全に左でした。そしてアディショナルタイム終了直前に、この
幸子のヘディングがほんとしっかり決めてくれました。というわけでクラークリバーズ2対1勝利です。ただご覧の通り、というわけで、2位ですね。得失点差12点、もうこれは厳しいですね。次回は休みですね。その次はジャパンカップ下関フューチャー、下関フォーチューンですね。こちらは強いチームです。しっかりベストメンバーでいかねばなりません。ゴール数は緑が10か。はい、ということで、しっかりっていうか本当にギリギリの勝利でした。次回は下関フォーチュン、戦ですね。ジャパンカップ2回戦しっかり勝っていきたいと思います。ということで応援よろしくお願いします。だいぶ A も増えてきましたね。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。